ケコさん、こんにちは。あ、どうも。今日は、スープラ沼で、エゴイストさんのスープラの多層校舎。よろしくお願いします。はい、一通り、はい、あのチューニングポイントを教えてもらいたいんですけど、まあ、何もほとんどいじってないんですけど、はい、まあ、ホイールをちょっと、ああホイール、レイズの G0.5、はい、いやいやいや、かっこいい、あ、そっか、このアオンってそうです、ね、ベースのやつなんですね、もともとの、ね、これよくあのデモカーとかついてますもん ね、 ね、最近の車の、これって RZ ですよね。そうですね、RZ。これもうだってこの色って絶版なんですよね。はい、そうですね、絶版ですね。最初の初期の1年間しか買えないんですよね。はい、そうですね、いいですよね、これ。あ、 あとなんかこう後ろにじゃあさりげなくなんか。そうですね。録画中の。これなんか何のあれですか。これはあのガルパ、ガルパの。ああ、あの戦車のやつ。ああ、はい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 。はい、じゃあちょっとなんか問題の問題の中のインパネをちょっと見せていただきたいんですけど。じゃあ一応エンジンだけかけましょうか。まあ、今ちょっといろいろエラーが出てますけど、はい、お、出た93,742、はい、これどこ行ってきたんですか。ちょっと前に佐賀から帰ってきましたねって感じですね。すごいですね、はい、もうだってあとちょっとで10万じゃないですか。そうですね、あと私は確か連絡させていただいた時、はい、もう少しで9万キロですよっていう状況ですよね。そうですね、もうはるかに超えてますもんね。そうですね、はい、超えましたね。またちょっと茨城の方行くんで9万4千もすぐですね。あ、そうなんですね、はい、今年中に10万超えは、ね、予定ですね。ですよね。すごい行くと思います。え、なんでそんなにこのスープラ乗り回されてるんですか。ちょっと仕事上。仕事ずっと仕事で乗られてるんですか。乗ってるって方ですね。で、はい、日本全国じゃあこの車で行かれてるんですか。九州から東北まで。はい、ああ、そうなんです。あ、じゃあ行ってる方です。このほぼ10万キロ走られてた状況なんですけど、なんか不具合とか出てますか。不具合は基本的にはないんですけど、はい、この前のちょっと佐賀のオフの時に少し、はい、センサーが少しダメだったみたいで。ああ、そうなんですか。フロントのセンサー。あー、何かまあ感知しちゃったみたいで、はい、ちょっと調子悪かった時あったんですけど、それ以外あとはもうほとんど何もなく何もなくというか。あの、私みたいな庶民だとなんかこんなすごい車なので、走行距離がなんていうんですか、かさんでしまうと、はいはい、もったいないなとか思っちゃうんですけど、やっぱ車乗ってなこの車の前も確かスープラお乗りだったんですよね。そうですね、80の青を、ね、あ、はい、はいはい、でスープラのオーナーズクラブの東海の代表されてたんですね。東海の元代表を、ね、初代をやって3代目もやってました、はい、あ、そうなんですね、はい、あ、そういう根っからのスープラ好きの方で、はい、もうスープラガンガン乗ってますね。距離これ予定だとどのくらいまで伸びそうですか。どうでしょうね、一応佐々木雄さんぐらいまで乗ってみよう。の方は今50万超えてますね。50万キロまで行ってですか。すごいな。でもこの車もエンジン丈夫ですもんね。そうですね、今のところ全然何も不具合もなく、はいはいはい、ですよね、すごい。じゃあもう次あの15万キロとか20万キロ行った時にまた取材させていただきます。そうですね、まあ15万キロ意外と早いと思ですよね、来年ぐらいにはもしかしたらだいたい1年5万キロぐらい走ってる。あ、1年で5万キロですか。そうですね、今回は5万キロですね。 すごいですね。1年目だけが4万キロって。ああ、すごいな。まだこう1週間前なんで2年目を迎えたのが。ああ、そうなんですね、ああ、おめでとうございます。そんな感じでおめでとうございます。やってます、すごいな、はい、ありがとう。そういうスープラを愛されている
エゴイストさんの車でした。あ、後ろ見せてもらっていいですか。ここちなみにこれですか。何ですか。これはあの五等分の花嫁の、あ、アニメの、はいはいはい、スカジャンです。はあ、作ってもらったんですか。いや、これ売ってるんです。あ、そうなんですね。はい、多趣味ですね。いろいろありがとうございました。はい、今日のスープラ沼はエゴイストさんでした。ありがとうございます。はい、どうもありがとうございます。ありがとうございました。